はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、群馬県に来ております。というのもずっとね行きたかったハンバーグのお店がございまして、ちょっとね SNS で見る限りチーズダクダクみたいなものすごく美味しそうなハンバーグをご提供されているお店を発見いたしまして、本日ね、訪れたお店こちら目の前にございます。ひしめき亭さんでございます。実はねこちらのお店 SNS の方では昔からね知ってたんですけれども、やっとね来れたということで、個人的にはね大歓喜の撮影なんですけれども、本日はね、焼きたてジューシーのそのチーズハンバーグを食べていこうかなと思っております。ただねまだ全然メニューの方も決めておりませんので、ちょっとね店内に入ってみて別のをね頼むかもしれないんですけれども、とりあえずね、まだ営業時間前ですので、このまま営業時間まで待って、オープンと同時にねお店の方に突入したいと思います。よいしょ。ということでただいまね店内入っておりまして、もうね注文した商品届いてるんですけれども、こちらがね名物のひしめきハンバーグということで、かなりお肉が粗挽きで中もねレアな状態なハンバーグらしくて、これがねかなり看板メニューらしいんですけれども、その中でも一番ね大きいサイズひしめきサイズという、ハンバーグをね注文させていただきました。こちらねソースが3種類選べるらしいんですけれども、今回はこの先ほどオープニングでもお話ししていたチーズソースと、でこちらなんですけれども、例えばね限定で販売しているソースらしくて、岩下の新生姜を使ったジンジャーソースでございます。ちょっとねその他にもおすすめとしてオニオンソース等もいただいているんですけれども、ひとまずねこちらいただいていこうと思います。それでは早速いただきますと。失礼いたします。うわこれいいね、これいいね。ちょっともう柔らかすぎるんですけど、これねいただきます。うまっ。お肉めちゃめちゃ粗挽きですわ。お肉もねすごいジューシーだし、ハンバーグなんだけどステーキを食べてる気分。ちょっとねこれライスと合わせていただきます。うまっ。このチーズソースうまいわなんかねさっぱりとしたモッツァレラチーズというか、重すぎないんだけどしっかりねコクがあって、このねお肉にまた合いますね。またねこの感じチーズソースが溢れるぐらいダクダクにかけていただけるんですけど、このねチーズソースがけ目の前でやっていただけるんですよ。これがねほんと食べる時というかテンションがねすごい上がりますね。パフォーマンスがすごい。んでうまい。そしたらちょっとね中レアめではあるんで、一旦このペレットで中をねじっくり焼いていきます。あれペレットだよねちょっと間違ったらごめんね。いい音してますねこれ。ジューってうまそうだ。ちょっと見えますかねこの湯気、めちゃめちゃうまそうでしょう。いただきます。いやこれひしめきサイズハンバーグ5個あるんですけどペロリですね。それぐらいうまいわ。うん、
そしたらそろそろね、このチーズがかかってない部分にこちらのジンジャーソースを使っていきます。あちょっとね、たっぷりかけようと思ったら多くのすぎてね、フェードアウトしました。ちょっとこれ、いただきます。うん、あ、うまっ。うまうま、さっぱりするね。あ、これもうまいわ。うん、うわいや、なんかね、やっと食べれた感動と美味しいっていう感動で語彙力がなくなってきましたそしたら続いてこちらのソースですね。このオニオンソースかけていただきましょう。よっ、よいしょ。いやー、もうこんな感じですよ。うまそう。うん、うまっ。これね、ハンバーグに合わせてももちろんね、絶品なんですけど、ひしめき亭さんね、ステーキなんかも提供されてるそうで、このソースでね、ステーキ食べたいな。うん、ちょっと箸がね、止まらんですわうん、最後ソースドバッと残ったのかけまして、これなんですけど、チーズソースに一緒についているデミグラスなんですけど、これも残り全部かけまして、そしたらこれ最後のハンバーグですね。見てよ、うまそうだねうん、最後のソースがうまっ。ということで、ただいまね、ひしめきサイズのハンバーグ完食いたしました。ごちそうさまでした。ということでね、本日の動画はずっとね、食べたかったこちらのひしめき亭さんのハンバーグを食べていったんですけれども、いやね、絶品でございました。うん、お肉もね、本当に粗挽きで、ハンバーグとステーキのいいとこ取りみたいなね、本当に美味しいハンバーグでございました。もう噛む瞬間肉汁がジュワッと溢れるんだけど、お肉のね、ムチムチっとした食感も残ってて、ご飯がね、並盛りじゃ足りないまたね、チーズソースに限定のね、このジンジャーソースも絶品でございました。今回はね、群馬県の太田市にございます店舗さんの方にお伺いしたんですけれども、高崎の方にもこちらのひしめき亭さんございますので、このね、粗挽きハンバーグを食べたいと思ったら、ぜひこちらのひしめき亭さんで絶品ハンバーグを食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。